はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はもうだいぶ本当にたくさんリクエストをもらっていたルームツアーをやっとしたいと思います。ではレッツゴー。でりーん、はい、まず入ってくるとこんな感じになってます。こっちにはハットとかを壁に、その下にこの画鋲を刺してこういう風にかけています。でまだちょっとここら辺何もないので、ちょっとなんかやりたいなと思ってるんですけど、まだ未定です。で、はい、ここら辺に行くと、ここら辺には主に香水とかが詰まっております。ドライシャンプーだったりとか、あとはリングとか、ここにはちょっともう汚いんですけど、すごいいろんなアクセサリー、ネックレスとかチョーカーとかが主に詰まっています。で、ここにはちょっと汚いですね、本当に。本当に私物が多いのでなかなか収納ができないって感じなんですけど、ここにはバッグとかが主にずらっと並べてあります。で、ここ下に行くと、これは友達に誕生日の時にいただきました、ありがとうございます。はい、ちょっと裏はまあ見えないんでいいかなと思ってめちゃぐちゃぐちゃに置いてあるんですけど、これにはネイルが入っていたりとか、あと奥のこのマックの袋には、私あのクリアのキャップにしているので、その元々のマックのキャップが詰まっています。で、これちょっと見えてると思うんですけど、あんま使ってない化粧品たちがバーって入ってて、まあこれはカメラの箱で、こっちはちょっとなんか美容器具みたいな、クレンジング酵素とか残ったやつが入っております。で、まあここはこんな感じでちょっとカバーをしておいて、で、ここはなんかこれはどっかしまいたいんですけど、結構バッグが大きくってどこにも入らないっていう感じでちょっと下に置いてあります。で、まあこの下は普通になんか段ボールなんですけど、ちょっとなんかスカーフとかが、汚いですね、これもまたスカーフとかがいろいろ入っています。はい、そしてこっち側は以前紹介したと思うんですけど、もうコスメとかがいっぱいバッと並んでいます。ここにはイヤリングをこんな感じで入れてたりとか、ちょっとまたいろいろ増えてきてすごいごちゃごちゃになってきてるんで、またちょっと収納方法を考えなきゃなと思ってる最中です。はい、で、これはモバイル充電器で、これは私がプロデュースさせていただいた iPhone ケースになってます。はい、こんな感じで、ちょっとまだコテとかがバーって置いてたりとか、まだね、本当にどうやって収納しようとか考えてなくって、とりあえず置いてるみたいな感じになってるんですけど、ここら辺には時計とかが結構置いてあります。はい、こんな感じです。で、こっちの下に行くと、これにはプリクラがたくさん入っています。で、これは皆さんにいただいたファンレターがぎっしり詰まっています。で、こっちにはエスカワイイとか、あとこのジェリーはこの前付録を目当てで買ったやつなんですけど入ってたりしています。で、ちょっとこの下はなんかそんなに見せるほどでもないんですけど、なんかちょっと、あ、これはしんちゃんのトークショーの時に買ったグッズです。いろいろね、本当は見られたくないんですけど、いろいろ収納してあります。バッグとかが適当に置いてあります。まあ、ここは 見えないんでいいでしょう。はい、はい、で、続いてこっちには鏡がこんな感じで置いてあります。こんにちは今撮ってます。はい、で、こっち行くとソファーがあって、で、これは本当にあのドンキで購入したんですけど、すごい座りやすい椅子で気に入っています。はい、で、こう行くと私がいつもこんな感じで撮影してるんですけど、ここに鏡を置いてメイクしたりとかしてます。これはなんか MAC のブラシセットのやつです。で、こっちにスポンジとか入ってて、で、ここがブラシ立てになってます。そう、ダンボールの上にこのマックのクリスマスコフレを置くとすごいいい感じの高さになるので、ちょっと置いてるんですけどはい、で、ティッシュ、 iPod Touch、 IC カードで、ここにはちょっとなんかピン止めとかゴムとかがいろいろ入っています。はい、で、この机なんですけど、これどこのですかってよく聞かれるんですけど、
なんかこれ多分お姉ちゃんのフルでどこで買ったとか結構昔のやつなのでまだ売ってるかどうかわかんないんですけど、多分ドンキだと思います。多分ドンキで買ったんじゃないかなという予想です。ちょっとわかんないんですけど、はい、そんな感じです。で、普段この照明は使ってない時はこっちのあっちの奥にしまってあります。で、ここが私のクローゼットなんですけど、もう本当にクローゼットは見せる予定じゃなかったんですけど、紹介してほしいっていうリクエストがたくさんあって、ちょっとだけ見せようかなと思います。本当に汚いのであれなんですよね。はい、こんな感じで、とりあえず今もう入りきらない洋服たちがいっぱいあってぐちゃぐちゃなんですけど、こんな感じで収納してます。まだね、ここに収まりきらない洋服たちが隣の部屋にあるんですけども、はい、そんな感じです。で、カーテンはどっちも黒で揃えています。で、こっち側に行くと、もうこれゴミ箱ですね。はい、ここは結構お気に入りゾーンなんですけどこれは友達にいただきました。疲れてるでしょって言って癒してねって言ってもらいました。ありがとうございます。はい、で、次は私の大好きなしんちゃんの写真集とちあちゃんの写真集が置いてあります。で、このバッグとかもちらほらと置いてみたり、こんな感じで収納しております。ラストはベッドですね。こんな感じです。ベッドはこんな感じになっております。タララーン。これはね、もう以前紹介したんですけど、あの H&M で購入した毛布とあっちにクッションたちが置いてあります。今季この冬のクッションたちはこんな感じです。可愛いですよね。結構今回のクッションたち気に入ってます。この毛布との色合いも結構合っているんじゃないかなって気がします。ベッドが一応セミダブルになっていて、このセミダブルのベッドは楽天で購入しました。ざっと私の部屋はこんな感じになっております。はいはい、こんな感じで私のルームツアーでした。そんなに期待してた感じの部屋ではなかったかなと思うんですけど、リクエストがたくさんあったので今回ご紹介してみました。物が多い部屋なのでそんなにちゃんと片付いてないかなとは思うんですけど、私はこんな部屋で生活をしております。少しでも参考になってくれたらなと思うので、参考になったと思ってくれた方や、少しでも可愛いお部屋だなってお世辞でも思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。